FM シネマテレビでございます。本日は2022年7月20日水曜日ということで、今夜もお送りしていきたいと思います。シゲレモンです。本日のシネマテレビコーヒーですが、こちら毎日骨太1日分のカルシウムミルクということでね、久々のミルクでございます。飲んでみたいと思います。多いんですかね、確か人気骨太は。美味しい。久々に牛乳を飲むと美味しいですね。さあ、ということで、お送りしていきたいと思いますけども、このコーナー行ってみたいと思います。シゲレモンの今週の気になる話題ということでね、本当にまあ安倍さんの事件からですね、まあ1週間ぐらい経ってですね、まあとはいえまだいろいろ安倍さん関連のニュースも世間を騒がせておりますけども、まずは安倍元首相銃撃事件の、新聞号外がメルカリで大量転売ということでね、電車内で男がドアを蹴り、ハサミを舐めた後にライターで、紙に火をつける事件、そして、梅毒、エッチな病気エッチな病気です。半年で5600人最悪ペース。岸田首相が、安倍、総理元首相の、国葬、原発再稼働決断、中川翔子さんが個人叩きに苦言も、しかし一部から中傷を受ける、そして投稿削除、朝日新聞川柳が炎上ということで、安倍氏、国葬を皮肉るということでね、トランプアメリカ大統領が出馬判断大統領選巡りということで、そのような、ね、ニュースでございますけども、この中からピックアップしていく話題は、岸田首相が国葬、原発再稼働を、決断ということでね、岸田さんは基本的には安倍さんの国葬をまあ押し切ったという形になるんですけども、選挙も勝ちましたしね、非常に安定、政権を保ってたので、原発も最後、原発に関してはある程度最初から決まっていたようなんですけども、とはいえやっぱり岸田さんが決断をするということで完全に決まるということですから、良かったんじゃないでしょうかね。そして、朝日川柳が炎上、安倍氏国葬を皮肉るということでね、一般の方々が投稿した川柳をですね、新聞の紙面に集めている朝日新聞が非常に炎上したということなんだけども、本当にひどい内容でね、個人に対するなんかその思いというのがもう全く感じられないというか、もうとにかく悪口と悪口だけ、で一般の人がそのね送ってくるのは、それは止めることはできないけども、朝日新聞がそれをですね載せるというのがね、本当にちょっと神経を、一般紙ですよ、一般の新聞紙がそんなことをやるというのがちょっと信じられないかなと。そして、梅毒、半年で5600人最悪ペースということでね、これなんでこれ起こるかというとですね、やっぱり SNS が、すごくこう発展してきてですね、全然知らない人と、すぐ、こう会うことができる。もちろんネット上、その SNS 上では交流、コミュニケーションを取っているんだけども、ただ相手のことなんて、相手の体のことなんて全然わからない者同士がですね、その SNS の盛り上がりだけで会ってですね、そこで一夜を共にすると。そうするとこういう、性病的なものになってしまうということで、やっぱりまた別だというふうに考えないといけませんよね。SNS で交流するのとリアルで会うっていうものは、リアルで会うっていうのはそこからがスタートで、そこからまた関係をこう、作っていかないといけないということですから、それをこう無視してすぐ行っちゃうとこういう目に遭うのかなと。
送りしてるのは、しぐれもね、フラワーモンキーツアーということで、しぐれも公式 YouTube で、ね、2020年の、オーディオバージョンがですね、最新配信されております。ぜひチェックしてください。CM。シーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。でもキーワードトーク。このコーナーはネットのトークテーマサイトをもとにフリーに選んだキーワードトークをするコーナーでございます。今日のトークテーマは3つ。本気でプロポーズしてください。あなたといえば〇〇、自己紹介な感じでお願いします。社会人と学生の一番の違いは何ですかという3つのね、キーワードトークでございますけど、まず1つ目は本気でプロポーズしてくださいということでね。どうなんですかね。でも普通にまあ僕でよかったら結婚いたしませんかみたいな感じじゃないですかね。なんか結婚してくださいとかじゃなくて、まあ自分でよければよければ、どうですかみたいな感じの言い方をするんじゃないですかね、多分ね。まあ、なんだよね。何なんだかな、この質問はって感じがしますけども。あなたといえば〇〇、自己紹介な感じでお願いしますということでね。なんでそれ、あなたといえば〇〇、まあ、不思議レモンといえば、まあ、ミュージシャンということで、それしかないですけどね。あと、まあ、ラジオやってますとか、そんな感じでしか言いようがないですけどね。まあ、まあ自分で言うのもなんですけども、ちょっと変わってますね。一般的にはないけども、よろしくお願いしますみたいな感じですかね。最後、社会人と学生の一番の違いは何ですかというとね、まあ何ですかね、責任感じゃないですかね。学生に責任感ってないと思うんですよ、実際。うん、なんか受動的な感じしますよね、学生って。こう受け身というか、何かこう教わる。でも社会人というのはまあ能動的というか、自分が何かサービスをこう与えていかないといけませんから、そのサービスを与える中に責任感というのはつきものだと思うんですけどね。まあそこの責任感の違いじゃないでしょうかね。ということでお送りしました、水曜21時のシレモンテレビということで、また来週お会いしましょう。シレモンでした。